今日はラブレターを預かってきました。おーおー、誰だ。はい、ゆうかへ。嬉しい。モリア。あー、わかんない。嬉しい。ゆうかへ、欅坂46のキャプテン就任おめでとう。1月22日幕張での善悪でサプライズ発表があったね。モニターにキャプテンという文字が出た時、すぐに優香だろうと思いました。今までライブやイベントでは MC や大事な場面を優香が務めてくれることが多くて、いつも助かっていたし尊敬して見ていました。でも優香はそんな時いつも自分でいいのだろうかとメンバーに気を使っていて、本当に純粋で性格のいい子だなと思いました。フォースではフロントメンバーだね。優香がずっと1列目を目指していたのは今まで優香を見てきて知っていたし、実は隠れ負けず嫌いなところがあるのも気づいています。そして見事今回フロントになって喜んでいる優香を見て私も嬉しいです。これまでどんな時も笑顔を絶やさずいろんなことを頑張ってきた成果だね。これまで2列目で学んできたことをフロントセンター隣という素敵なポジションで発揮してください。そして優香はキャプテンになったことでこれまで以上に責任ある仕事を任されることが多くなると思います。そんな時は自分で抱え込みすぎず私を頼ってね。まだ始まったばかりで未知なことばかりだけど、それも楽しみながら欅坂46がいいグループになれるようにお互い協力しながら頑張っていこうね。欅坂46がもっともっとたくさんの人に知ってもらえるように、またどのポジションにいても輝けるグループになろう。これからもよろしくね、モリア。はい。ありがとう。嬉しい。なんか、あかねが副キャプテンになってくれて、すごく心強いし、多分一人だったら、絶対すごい心配だったし、なんか、二人いるって、すごい、なんか、相談とかもできるし頑張れるなって思ったし、なんかすごい文章もすごい素敵で嬉しかった。おばさんみたい。嬉しい。ちょっと大事にする。じゃあお礼にゆうかはモリアへラブリーの一言とメッセージを添えてカメラにキス顔を賛美してください。やだな。菅井からモリアへ感謝のキスを送ります。あかね、お手紙ありがとう。これからキャプテン副キャプテンとしてこれからもよろしくね。1、2、3、はい。